はい、では、小田原チームの、ラストになります、自己紹介を始めまして。初めまして、はい、エグサタクミです。エグサさん、はい、こんにちは。お名前をお願いします。エグサタクミです。ゴルフやって6年目なんですけど、ちょっとシングルで回れるようになりたいなと思って応募しました。ドライバーとかパターが苦手なんで、ちょっとその辺を安定して飛ばせるようにちょっと教えてもらいたいなと思ってます。よろしくお願いします。だいぶ緊張してるから大丈夫ですか？すごい緊張してます、はい、ちなみに、ゴルフ歴は、6年ぐらいです、はい、今失礼ですけどおいくつですか？今29の年です。29の年ってことは、まあ、今現在は28歳、はい、なるほど、まあ、例えばベストスコアもそうだし、はい、なんか目標みたいなのありますか？シングルになりたいなと思ってます、はい、シングルになりたい、はい、そうすると、まあ、シングルというと、まあ、ハンデ9ですから、はい、まあ、とりあえずまあ85以内では大体回れるようになりたいと、はい、分かりました。今のゴルフの悩みは何か？今はなんか体が先に、体回しすぎちゃってなんかトップすることが多くて、うん、なるほど、まあ、だからボールの上を打つことが多いってことですよね、はい、分かりました。じゃあちょっと一回打ってみましょうか。なるほど、 OK です。はい、まあ、シングルを目指すということなので、まずはそのいろんなことは取り組んでいかなければいけないんですけど、まあ、今日は初回なので、まず現状の問題点をいくつか説明します。一つはまずアドレスは絶対に直さなきゃダメです。アドレスを直さなければいけないのと、アドレスを直した後に、クラブをアドレスからトップまで、まあ、こう上げていくわけですけども、はい、このプロセスがだいぶ間違えているので、まず構え方と最初のスタート、はい、ここを今日1回目に直したいです、はい、で本来はバックスイングって僕あんまり直しません、はい、ただもう、6回しかレッスンできないので、もうとりあえず一通り1からやっていきたいと思います、はい、でちょっと構えてもらってですね、でまず最初に覚えてほしいのは、クラブをちょっと一回こう上げてもらっていいですか？はい、上げてもらって、で少し肩をリラックスして、はい、でこのままお尻の穴をちょっと締めてください、はい、で足肩幅で結構です、はい、お尻の穴を締めるってことは、はい、骨盤をちょっと前に出すってことですね、はい、今締まりましたね。この状態でグリップエンドの位置が変わらないまま完全に脱力してください、はい、そうすると手首は今こっち側に折れましたよね、はいはい、この状態でそのまま前傾していきます、はい、どうですか？自分の構えと普段とだいぶ違うの分かりますか？はい、全然違いますよね、はい、普段の構えはゴルフクラブを上から押さえつけてるんですね、はいはい、で押さえつけると基本的にバックスイングが上がらないんですね。上がらないので開きながらインサイドに上げちゃうんですね、はい、なのでまずは構えて、もう一回構えてもらっていいですか？構えたらクラブの高さは変えずにこのままストンと落とします。もっと積極的にトンと落としてください。力抜いて、はい、この角度のままこのまま構えていきます。どうでしょう？こんなに手元って高いのって思いません？はい、普段はこうです、はい、この時点でクラブの置き方が最初から間違えてるんですね。あ、でゴルフってもちろんスイングとかいろんな大事な要素はあるんですけど、最も重要なのはクラブを正しく地面に置くってことなんですよ。これができないとスタートができないんですね、はい、正しくクラブに地面に置くことができない人がボールをうまく打つことってほぼできないと思ってください。で正しく置くってことはクラブを落として、クラブを落とすとクラブの重さをちょっと感じますよね、はい、このままってどうですか？重さ感じないですよね、はい、重さを感じた状態でこのまま自然とクラブを地面にくっつけるとそういう構え方になるんですよ。そうするとボールとの距離感もいつもと全然違うはずなんですね、はい、ちょっと近く感じますよね、はい、普段はものすごく遠くて手元が下がってるので、はい、物理的になんかスイングするのがもう見てて苦しそうなんですね。
はい、だからもうリラックスしてると腕って全然振れるんですけど、はい、押さえつけてしまうから腕が使えない、はい、もう体使って振るしかないみたいになっちゃうんですよ、はい、だまずその構え方を根本的に改善しましょう、はい、もう一回いいですね、構えてください、はい、ここでリラックスしてこうですね、このまま落として、はい、でスタンス広げて、はい、もうちょっと近づいてみますかね、はい、どうですか、だいぶ近くないですか、はい、はい、すごい近 い, いや、もうちょっと離れてもいいですよ、ちょっと近すぎるかな、はい、 OK、 手すごい高いの分かりますか、はい、はい、でそのまま顔もすごく遠く感じますよね、はい、はいはい、ボール一回打ってみましょう、はい、どうですか、ボールに全然届きませんよね、はいはい、で、まあ、とりあえず今は全然当たらなくていいんですけど、はい、まずその構え方にまず慣れてください、そうです、 OK、 で骨盤を少し、お尻はこれ開いてこっちですね、こういう状態で、はい、 OK、はい、 OK、 どうでしょうか、すごい違和感あると思うんですけど、はい、まあポイントは、まあ、1回目なのでまずそのクラブを正しく置くっていう、まあスポーツ他に何かやったとバレーボールとかやったことありますか、いやないです、ない、はい、そうか、じゃあイメージしてください、はい、バレーボールでレシーブ、はい、スパイク打たれましたレシーブします、はい、どういう手になりますか、こうやりますよね、はい、こうにはなんないですよね、はい、分かります、こうですよね、はい、ゴルフってこうやって構えるものなんですね、押さえつけないことがまず第一、それとすごく腰を反って頭を下げている構えをしてるんですね、はい、でこの構えだと前傾をしているように一瞬感じるんだけど胸はめちゃくちゃ起き上がってる状態なんですね、はいはい、なので骨盤をしっかりと開いて、そうです、はい、開くっていうのは骨盤をしっかり前に出すとお尻穴閉まるの分かりますか、はい、もっと閉めてください、そう、この状態で前傾をする前に前を向きます、はいはい、お尻閉まってます、大丈夫ですか、はい、閉まったまま前向いて前傾してきてください、ここら辺から前傾するの分かりますか、はい、これが正しい前傾姿勢の取り方です、だいぶきついですよね、はい、きついです、そうで力抜いてください、はい、でこれでクラブをさっきのように握ります、あ、もうめちゃくちゃかっこいい、そう、はい、はい、これでボール打ってみてください、どうぞ、はい、 OK、だいぶ近く感じるけど、はい、まあ、とりあえずはそれにまず慣れる、これはまあ一つ覚えてください、はい、それとスイング的にはちょっと見ててもらっていいですか、多分僕の YouTube 死ぬほど見てますよね、はい、見ますよね、テイクバックの時に左肩を下げるとか聞いたことありますか、はい、はい、ありますよね、で、まあ、簡単に言うとやりすぎなんですね、あ、はい、左肩を下げすぎて、はい、クラブが内側に上がってしまうので、ここから、まあ、あとは起き上がらないとボールに当たらないみたいな現状なんですよ、で次回までに一つドリルを提案するのでそれを徹底的にやってきてほしいんですけど、はい、ピッチングかなんか持ってもらっていいですか、ちょっと逆さまに持ちます、小山田チームの人にも一回やっていただいたんですけど、逆さまに持って壁にお尻をくっつけてください、はい、もうちょっとこっちでいいですね、はい、で前傾してください、はい、でクラブを地面に置いて、はい、このまま勢いよくバックスイングしてください、どうぞ、当たりますよね、はい、これが当たらなくなるまで練習してきてください、はい、バックスイングして、そうです、どうですか、自分の上がってる位置よりかだいぶ前なの分かりますか、はい、もう一回いきます、はい、当たりますね、もう一回当たらなくなるまで、はい、自分の普段の位置に比べると、はい、ひたすら30センチから40センチも結構な割合で前にある感じしますよね、はい、でクラブをまずこう正面にこうちょっと置いてもらって、はい、でこのまま前傾を取って、まあ、胸の中心に今体がクラブがありますよね、はい、このまま前傾したまま、はい、バックスイングします、はい、体回していきますこっちに、はい、そうするとこうゴルフって、まあ、このハーフウェイバックってトップの途中の過程ではこう
胸、腕っていうのはこう胸の中心にこうあるんですね、はい、普段と全然違うの分かりますか、はい、普段はこうです、はい、まあ、簡単に言うと構えますね、はい、体見ててください、こういう感じなんです、もう腕と体とクラブが全然連動しないで、もう手だけ頑張ってあげてるみたいな、だからどんなに頑張ってもバックスイングも上がらないし、はい、体が苦しいだけになっちゃうんですよ。で逆さまに持って、もっと楽にでいいので構えてもらって、ここから当たらないこうですね、はい、はい、自分でやってみましょう、はい、そうです、もう一度当たりますね、はいはい、OK です。この自分の体の正面に後ろに引くんじゃなくて、はい、正面に上げる上げ方をずっと練習してください、はい、で上がんない理由としては、先ほども言ったように胸が全く回ってこないので、はい、いいですか、必ず構えたら胸もしっかり動かしながら体の正面に上げる練習をします。手だけでここに上げてもあんまり意味がないので、自分で途中で止まって自分の手元をしっかり見てもらって、はい、あ、体の中心にクラブがあるなってことを確認しつつ、うん、後ろの壁に当たらないように1ヶ月間練習してほしいんです、はい、はい、もう一回どうぞ、これ一回止まります、止まってください、どうぞストップ、はい、胸の中心に手ありますか、いや大丈夫ですか、そこですね、はい、はい、そのまま体回してどこまで行きます、はい、こうやって上がっていくんです、だいぶ違うでしょ、はい、そうすると何が違うかというと、胸が回ってここにクラブがあることによって、はい、ここにものすごいスペースがあるんですね、はい、普段はもうスペースが全くないんです、はい、手使えないからもう体こうやって動かすしかできないんですね、はい、一番簡単なクラブを上げて下ろすっていう作業ができないような上げ方になっちゃってるんです、はい、もう一回どうぞ、胸もしっかり右に回しながら正面に上げます、どうですか、上がってますか、そこですね、はい、そのままトップまでグッと上がっていきます、はい、ここすごいスペースありますよね、はい、でここにクラブをただ下ろせば簡単に当たるので、はい、まずこの上げ方のかなりの結構癖があるこの上げ方を根本的に変えるためには、ボールを打ってると自分の打ちやすい打ち方ですぐ当てられるようになっちゃうので、しばらくこうやって家の中でも壁に背を向けてひたすらこの上げ方を練習してください、はい、もう一回どうぞ、はい、 OK、 だいぶ外に上がってる感じしませんか、はい、はい、もう一回どうぞ、はい、もう当たらなくなりましたね、じゃあ普通にクラブ持って、はい、はい、同じようにやってください、どうぞ、はい、OK、 はい、じゃあボール打ってみましょう、後ろに壁があると思ってくださいね、構え方はすごい気をつけてください、手はあんまり下げませんよ、はい、壁に当たらないようにバックスイングして打ってください、どうですか、めちゃくちゃ当たるでしょ、はい、自分でびっくりするぐらい当たるでしょこれが要するにクラブを正しく通るためのまず一つの方法なので、もともとの上げ方ではクラブが戻せないです、はい、なので今のもまあもちろん不十分なんだけど、1ヶ月間ここでひたすらこうやって練習してれば、はい、おのずとこう体の正面に上げるって感覚がちょっと分かってくるので、地味だけど毎日やってください、はい、で次回来た時にもうめちゃくちゃエグさんいいとこ上がるよって、はい、いうふうになって帰ってきてください、はい、自分ではとんでもない外に上がってる感じでしょ、はい、今のでも正直全然インサイドだから、後ろの壁に絶対当てないつもりでボール打ってくださいね、今のも壁があったら思いっきり打ってます、はい、手はあんまり下げませんよ、手は気をつけてね、はい、手はハンドダウンがきついとインサイドに上がっちゃいますからね、後ろの壁に当てないことだけ考えてあと下ろすだけです、素晴らしい、完璧です、めちゃくちゃ当たるでしょ、すごい振りやすい、それはそう、だって振れないんだもんもうなんか手が背中についちゃってるような人だもん、手はもともと前にあるから、はい、前にあったら振りやすいんですよ、後ろにあったら振りづらくてしょうがないんですよ、だから体回すしかできない、だから体が早めに回らないと当たんないんですよ、はい、わかりますか、だから自分の感覚フィードバックとしては体が回りすぎちゃうんですっていうのはもう大正解なんだけど、なぜ回っちゃうかっていう根本が分かってないから治んないんですよ、はい、ここに上がったら今度逆に回ったら空振りします、後ろにあるから円盤投げのようにこうやって回さないと当たらないんですね、はい、
わかりますか、はい、やってくださいね、はい、大丈夫ですか、はい、大丈夫、はい、もう練習場に行かなくていいです、はい、ひたすら壁に背を向けて、はい、ひたすら練習、はい、ぜひ頑張ってください、はいはい、ということで終わりたいと思います、はい、ということで、まあまあ、こんな感じで1回目からかなりこうがっつりやってきてくださいというふうに優しく教えません。でもこのぐらいゴルフ上手くなるためにはこちらも熱くなるし、皆さんも熱い気持ちで次回までに練習に取り組んでいただくと、あの必ず結果が出ます。もうあの1期生見ていただくと分かるように、もうファンがついちゃうぐらい皆さんの動向が気になってしょうがないぐらい視聴者が皆さんの動向を注目しているので、やってないともう誹謗中傷の嵐です。はい、そこを覚悟に1ヶ月間頑張ってきてください。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。そんなアドレスが変だとは全然思ってなかったんで、ちょっと変えただけですごい振りやすくなって全然違うんだなと思いました。とりあえず毎日あの壁に当たらないように練習して、あのインサイドに上がんないようにして、ちょっとあの次回までにあのできてるようになりたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。